士淑女が出会ったら、やっぱりときめく恋心、あの人の手を取って恋のステップ踏む日まで、今はちょっぴりダンスに片思い。ダンスファンの皆さん、こんにちは。ダンスに片思いの時間です。ダンスはやってみたいけど踊ったことがない、ダンスはやってるんだけどもうまく踊れない、そんなあなたにお届けするダンスレッスン番組です。さて、おさむちゃん、今回は我々スタジオを飛び出して本物のダンススタジオにやってまいりました。というのもですね、おさむさん、勝者のダンスレッスン特別バージョンということで、今回は統一戦チャンピオン谷堂組にレッスンしていただけるんです。さあ、それでは早速お呼びいたしましょう。谷堂組です、どうぞ。なんかダンススタジオで拝見する方がもっとこう大きく見えるんですけども。そうですか、ありがとうございます。今日よろしくお願いいたします。こちらこそ、よろしくお願いします。番組初出演ということで、今日はひなさんとお届けですね、はい、すごい楽しみにしてやってきました。ゆみさんも、はい、楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スタンダードダンス全日本チャンピオン谷堂誠治、早野恵美組、統一全日本戦で2連覇を果たした彼らは、全国で1000組を超えるプロ競技ダンサーの頂点を極める存在。日本代表として出場した世界選手権では準決勝進出、世界のトップ10入りを果たした日本のエースなのです。いや、統一戦連覇おめでとうございました。ありがとうございます。そんなお二人ですね、今日は勝者のダンスレッスンをお願いするわけなんですが、私ですね、スタンダード全くの初めてで。大丈夫ですよ、先生、大丈夫です。もういつもですね、先生泣かせな生徒なんですけども、今回やる気だけはあるんですけども、大丈夫でしょうか。全然大丈夫です。頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまず本当に初心者、最初は何をすればいいですか。そうですね、最初はやはり組むことから入らないといけませんので、2人がホールドをする、ホールドの仕方の注意点をですね、はい、ぜひ初心者の人もそうですし、はい、今まで踊られた方ももう一度チェックポイントがいくつかありますから、チェックしていただきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずもちろん向かい合って立ちます。はい、そして、左手と右手を合わせます。はい、そしてこの距離だとちょっと反対が届かないので、もう少し寄って、男性の手が女性の背中、はい、女性の左手は男性の手の上に乗るようにします。はい、そうですね、はい、これで立ちます。はい、見つめ合わなくていいんです。見つめ合わなくていいんですか。このダンスは見つめ合って踊るダンスではないので。そうなんですか。はい、でもなんかこう相手を見てないと不安な感じがするんですけど。いや、女性はちょっと左の方にちょっと見ていて、あ、左、こっち、もっと、はい、あ、そんな感じですね。あ、そうですか。はい、なんか谷本先生、これ不安ですね、これね。いい、これでいいんですよ。いいんですか。これがすごくいいんです。あ、そうなんですか。少しやってみましょうか。はい、はい、では早野と少し、組んでるところやってみたいと思います。お願いします。じゃあちょっとこちらからちょっと見せていただいていいですか。はい、はい、左手と女性の右手を合わせます。はい、次に女性を自分の右側の方へ迎え入れて、相手の背中にいて、女性は男性の手に、顔は向かい合ってませんね。向かってません。向かい合うとこう、はい、こうなっちゃいますから、向かい合わないで、この方が綺麗なラインがこう見せられると思います。なるほど、本当ですね。でも不安じゃないんですか、お互い。全然不安じゃない。あ、そうですか。皆さんどうですか。全くホールドって不思議ですよね。だって男女は顔を背けるように全く反対の方向を見ながら、それでいて体はぴったりくっついて動くなんて、二人の体を一つにする魔法のホールド、その秘密を谷堂組が教えてくれますよ。題してホールド徹底講座スタート。はい、では最初に手の話をしましょう。はい、男性の左手と女性の右手が組みます。ここでの一番大事なところはですね、お互いに2人の真ん中にきれいにあることですね。これが例えば男性の手がここに相手の方へグッと入ってしまったりとか、はい、もしくは向きが
おかしかったりするとこう2人の真ん中に置けなくてですね、非常に、組みにくいですし気持ち悪いですね。ですから相手との感じはすごく真ん中にあって綺麗に置いてあるのが大事です、はい、具体的に言うと例えば、まあ、時計をこうされているとして、どっからともなく割り箸が出てきますが、はい、この割り箸をこう刺していただきます、そしてこの割り箸を刺すとこの手のラインがすごくよくまっすぐ見えると思いますので、この手のラインがちょうどこの V 字のところですね、ここのところを目安にして、で手首が極端に曲がったり、逆に極端にこっちへ曲がったりしないでですね、この割り箸にまっすぐ沿うような形にするとちょうど収まりがいいですよ。はい、他にも大事なこといつかあります。女性の指が男性のこのところに入ってきますので、V 字のところですね。そうですね、この V 字はきれいにこう開いておくことが大事です、はい、こう指揃えてしまうとですね、女性の手が入るとかないですから、はい、きれいに開いてください、はい、そして女性の中指がちょうどこの男性の V 字のこの真ん中へ入ってくるようにかかります。女性はその時はもう、こう V 字を目指して、はい、あ、ここにタッチするような、乗せるような、挟む感じ、はい、で後の指は女性は優しく添えるようにしていきます。これいい感じですね、はい、次にこう男性のこちらの手が余ってますからちょっとこちらへ返しますよ。そうすると男性はこの薬指、僕は薬指を非常に大事にしてますので、はい、薬指が女性のこの最初の骨と2つ目の骨の間ですね、筋ですね、こうそうですね、間のところでこうくぼみみたいな感じのところで軽く押さえるようにして、はい、あとの他の指はきれいに添えます。こういう感じですね、はい、最初は一人で練習されるとき、もしくはいきなり相手の手を、男性が女性の手を握ったりするのは不安な方はですね、ぜひ自分の手で、はい、練習されるといいですよ、はい、男性が先ほど言ったようにこの V 字をですねきれいに開いて角度を気をつけます、はい、そこへ自分の反対側の手を女性の手だと思って持ってきます、女性の手の中指がちょうどこの V 字のところへ入ってきます。挟むんですね。そうですね、で軽く他の指も添えます。そうしたらば今度男性は女性のここへ、1本目と2本目の骨の間のここへ添えるようにして、後の指も軽く添えます。そうすると一人でこうグリップの練習ができます。おー、できますね。この時にもちろんギュッとつぼめたりですね、もしくはバッと開いてしまってはうまく合わさらないですし違和感がありますから、手をきれいに開いて優しく握手をするような気持ちでですね組んでいってみてください。そうするとすごく一人でもですねグリップの練習ができてですね大変いいと思います。そうです、なんかこう中にこう空気が入っているような感じがします。すごくいい感じだと思います。はい、皆さんどうですか。ここまでおさらいしときましょうね。ホールドはまず男性の左手から始まります。綺麗に開いた V 字に女性の右手が入ってきて、中指を中心にそっと挟みます。そう、人生の素晴らしいことは全て手と手を取り合うことから始まるのです。全日本チャンピオン谷堂組によるホールド徹底講座、勝者のダンステクニックをあなたに伝授しちゃいます。なるほど、手は分かりました。次はどういうふうに近づいていくんですか。そうですね、このままでは2人が組めないので、距離をもっと近づけなきゃいけませんね、はいはい、その時の一番の注意点はさっき皆さんがやられたみたいにちょっと真正面こう向いてしまって真正面組んでしまうと僕らの踊りはあまりうまくいかないので、少し横へずれます。男性のはと女性がですね少し横へずれて、お互いに相手の自分から見て左側ですね、はい、の方に立ちます。さあ自分の右側を大きく開いてあげて、そこに女性を誘導、迎え入れるって感じ。そうですね、迎え入れてくれると大変いいと思います。なんかここにおいでっていう感じですか。そうですね、ここ女性の体に大きさがありますから、その大きさをできるだけさらに大きく、するとレミさん女性は行きやすいわけですね、うん、はい、そうですね、ね、ここにおいでって、あがとう、ね、会って初めて寄っていくような感じで寄っていくと、でもその体の
フィット感みたいなものはすごい私違和感があるんですけど、はい、初めてダンスをされる方、もしくは、本当に、初心者の方はですね、はい、ここまで、近づかないで、はい、少しこのぐらいボディの距離が離れてもいいと思います。今もう距離感がすごくありますよ ね、 そうですね、このぐらいの距離で、ステップを踏むことも決して悪いことではないと思います。最初の状態はこのぐらいで動かれるのがいいかと思います、はい、ただ僕らはそれをやりさらに競技としてですね、もしくは見せるものとして美しく、またはスピードも必要ですので、スピードがかかってくるときに遠いとですね、大変スピードがかかりにくいです。ですから僕らの場合は右側の前と女性の右側の前、だいたいあばら骨の少し下のあたりですね、はい、お互いにあばら骨の少し下のあたりを二人が触っている感じの距離にします。この距離触れてるんですね。そうですね、軽く触れてる感じの距離にします。この方が入れ替わるときに大変スムースに入れ替わることができます。これが離れてると当然距離が遠いですから、入れ替わるときもなかなか早く入れ替わることもできませんし、ラインも美しいラインがなかなか出せないので、僕らは非常に近づくことをしています。近づくことをしています。まあ、普通にその社交ダンスをするという部分では離れてても最初の段階ではいいと思います。いいですよね。最初は恥ずかしいですからね、なかなかいきなり、ぴったりつけるっていうのも恥ずかしいと思います。はい、わかりました。ですから少し距離を取っても大丈夫だと思いますよ。はい、じゃあそこまでできて、最後にこの、女性の左手と男性の右手はどうなるんですかね。はい、男性の右手は女性のこの肩甲骨の下あたりですね、はい、軽く下からサポートする感じになります。添えるっていう感じですね。そうですね。女性は、女性はその後に男性の右の腕 の、 この筋肉のちょうど分かれたあたりに親指と中指で手首からこう下ろしていくように置いていきます。それはちょっと筋肉を掴んでるって感じですか。軽くですね。軽く掴むっていうよりも ここを目安に置いてるような感じです。その時そのお互いの気持ちってどうなんですか。タリドーさん、男性はどんな気持ちでこう最後の優しく包んでいるような感じですね、例えば大きなスーパーの紙袋か何かにですね何も入れないでそーっと持って、強く持ってプシュプシュっと潰れてしまいますから、大きな紙袋をそーっと、でも離しているのではなくて、そーっと優しく紙袋を包んでいるかのような感じで、全体として優しく包んで持っているような感じです。エミさんはどんな気持ちですか。そうですね、男性にペタッとつくのではなくて、こう腕に少しこうほわっとビールの泡のような感じでこぼれるような感じでこう入っていくようなイメージです。あ、最後もじゃあ泡ですね。そうです、泡が乗っかったって感じですね。はい、はい、皆さんどうですか。ここまでのおさらいしときましょうね。男性が女性を迎え入れることから始まるホールド、大きなスペースを女性に作ってあげましょう。そうですよ、女性が右腕にすっぽり収まったら二人の溝落ちの下あたりがタッチしますね。男性の右手は女性の肩甲骨のちょっと下に置いて彼女をサポートしますよ。ここで女性がイメージするのはグラスを満たすビールの泡、最後の一泡がそっと乗るようにソフトにホールドを完成します。いや、美しい美しいありがとうございます。素晴らしい、なんかラインがとっても本当に素敵です。それでは頑張ってひなさんやってみましょう。私ですね、はい、私です。ではまずひなさんの場合は見てるだけの方がいいんですけど、ひなさんの場合は社交の組み方をまず最初にやってみましょう。わ、はい、かりました。はい、ではやってみましょう。よろしくお願いします。はい、まずこうですね。おっとひなさん、これはあまりにもすごい格好になってますよ。なってます、本当ですか。彼の手の位置に合わせて歩み寄ってかけてください。手の、あ、そうか、じゃあこうですね。そうですね、もうちょっとやった方がいいですか。はい、はいはい、いい感じです。出てませんか。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ね、では綺麗なスタイルになったところで手をもう一度確認しましょう。男性のこの V 字のところに中指がきますね。ちょっと挟む感じですね。そうですね、男性が手を添えてきますので女性も他の指を優しく添えてください。
そうですね。あ、いいですよ。あ、一本ちょっと残ってますね、ここに。これここで立ってるのはあまり、ちょっとグロテスクであまり美しくないですから、ここへ優しくこう回すか、もしくはここへこう添えるのも綺麗です。あ、なるほど。今ちょっと添えて練習してみましょうか、はい、はい、ではそこから車高を出すですと、もう少し近くへ、近くへ女性を男性は、はい、引き入れて、そうです、もう半歩近くしようか、もう少し前がいいですね。そうですね、このぐらいがいいです、はい、寒ないと僕の手が届かないですから、はい、では男性が女性の背中に手を回しますので、左手をふわーっと上げてください。はい、そうです。では、女子男性が肩甲骨の下に手が来ました。はい。はい、先ほどのように。あ、ビールの泡でしたっけ、みさん。はい。ビールの泡。手はビールの泡ではないんですけど、ご自身がもう少し左にシェイプしましょう。左。はい。あ、こうですか。ごめんなさい。はい。こんな感じですね。こうですか。はい。ここまで？はい。大変ですか？ちょっと慣れない姿勢ですね、これは。はい。はい。これは車高の距離ですね。そうですね、はい、では、競技の距離は少し寄ってみましょうか。そうですね、はい、そうすると同じようにスタートして手の位置ですね、そうです、はい、それから男性がこちら側を開いて、ここへ女性はずっと飛び込んでいく、はい、寄ってきてください、はい、そうです、はい、男性の手が来ました、はい、失礼しますよ。これでもまだだいぶギャップがありますから、このぐらいの距離まで近づいてください。ここですか、はい、はい、これですとまだ頭が重なっていてですね、はい、こう相手が見えると思います、相手が見えないところまでズズズイッと行っていただくと、見てる人は大変綺麗に見えると思います。どうでしょう、皆さんはちょっと頭がまっすぐになっちゃって、こうですね。こうですか。はい、これ、はい、エミさん、これで踊ってるんですか。ええ、おかげさまで。多分私、吊るされてる感じなんですけど。とても綺麗になってると思うんですよ。苦しい、大変そうですけど、いい線いってます。本当ですか。はい、ひなちゃん、あっちもこっちもなおさらだけど、あなた頑張りました。ホールドの奥深さ、分かってもらえました。まだまだ続きますが、春のダンスシーズンはすぐそこまでやってきました。今回は都内で行われたショーをご紹介しましょう。元ラテンダンス全日本チャンピオンの響美香さんが、なんとラテン5種目を一人で踊ってしまうショーを開催しました。その模様をメドレーでご覧いただきましょう。相川雅之さんとの二人舞台が話題の響さん、彼女の新しい魅力がステージで輝きます。基本的にはすごい大変なことでやってると思いますけれど、やっぱり彼女は道を自分で選んだことですし、それは、どんどん突き進んでほしいと思います。楽しさも笑顔も見せてくれるから、スタッフとやってとしてやってても楽しい。まあ、教えるというのが今までは普通のスタンスだと思ってたんですけれども、それよりもなんかやっぱりもっと自分は踊りたいと、毎日でも踊りたい、お客さんが一人でも踊りたいっていうところに、なんか今頃気づいたみたいな感じで、それでなんか自分が踊り子っていう言葉が出てきた時に、なんか全てがこう揃った感じ、なんかピンときた感じがあって、あ、もう迷いはないっていう感じになったので、それをちょっと全うしようと思ってます。ホットブラッドラティーノ大阪公演決定。競技ダンスをホットなショーに変えたホットブラッドラティーノ、激動の東京公演から9ヶ月、あの感動が大阪でよみがえる。チャレンジする、男性が女性に対してチャレンジするっていうのが絶対このダンスの基本姿勢だと思ってるから。北条明率いるホットブラッド、
血の気の多いダンサー軍新メンバー登場。なんとそのカップルは元全日本ラテンチャンピオン峯岸明志、三輪京子。現役時代北条組と火花を散らしたあの峯岸組がホットブラッドに参戦。新しいケミカルリアクションにレギュラーメンバーはどう反応するのか。スター多すぎ、見どころありすぎの大阪公演、ちょっとコテコテ、何はホットブラッドラティーノを見逃すな。いや今日のレッスンどうもありがとうございました。お疲れ様でした。大変ためになりました。さて、ここからはちょっとお二人にお話を伺っていきたいんですけども、この番組はダンスに片思いというテーマなんですが、うまく踊りたいけど踊れない私のような片思いダンサーの時期ってお二人はあったんですか、ダンスに対して。僕は今でも片思いだと思うんですけどなかなかダンスが僕のことを愛してくれてるって実感したことはないので。そうなんですか。どうでしょうか、今そう言われて考えればずっと片思いかなっていう気はしますけど。じゃあまだ自分ができてない部分はいっぱいある。ものすごくいっぱい感じますね。チャンピオンなのに。おかげさまでいや本当に自分たちにとって自分がこれからやりたいこととか、もしくはできてないことが目の前にあるってことはですね、すごい幸せなことで、全然満足してないですし、まだこれ今こうやっててもですね、帰って練習したいことがいっぱいありますので、そう思えることはすごい二人でいつも幸せだねって幸運だねって、もう分かっちゃったよ、もうできちゃった、何でもできるよって言わないでいられる、飽きちゃってつまらなくなってしまうことがない、まだまだ言ってるのがすごい自分たちとしては幸せだと思いますし、そういう意味ではずっと片思いな気がしますね。エリさんは。そうですね、彼の今の話聞いて、チャンピオンになってからの方が片思いなのかなって気がします。できて当然なんだよっていうようなことを言われると、それまでは思い込み、はいはいはい、ダンスは自分のこと思ってくれてるっていうような部分が強かったのが、勘違いしてた部分が、やはり彼と組んでこういうふうにこの位置までつかせていただいてから、もっとやらなきゃいけないっていう、やっぱり歴代のチャンピオンの先生の話を聞けば聞くほど、もっと頑張んなきゃって思います。チャンピオンでも片思いなんですねこれは多分聞いた方はこう勇気をいただいたというか、ではですね、最後にお二人が大切にしていきたいダンスとは何かっていうのを教えていただいてよろしいですか。お二人で踊るのに大切にしていきたい、やっぱり気持ち、気持ちですね、自分が踊りたいと思う気持ちと相手が踊りたいという気持ちがまずは一番だというふうに思います。もう僕らもあまりに忙しすぎてですね、時々もしくは大きな競技会に思いっきりぶつけた後とかは少しこう放心状態というんでしょうか、力が湧いてこなくてですね、ああもう今日は踊りたくないなって、踊らないでおこうかなっていう日も年に何日かはやはりあるんですよね。でもその後はいやいやまた練習したいな、もしくは今やりたい課題がこうあるなって思えるので、そういうふうにお互いに、この人ともっと踊ってみたい、もっと違うふうに踊ってみたい、もっといろんなことができるようになってみたいっていう踊りたい気持ちが多分僕らを突き動かしますから、練習もさせてくれるし、きっと上達もあるだろうし、見てる人もそういうダンスが見たいんじゃないかと信じてます僕は。そうですね、今彼が言ったように本当に集中して大きな試合に臨むと、特に私なんかは復活できないぐらいの、このまま引退しちゃうんじゃないかっていうぐらいに踊りたくなくなるんですね。もうですから、できるだけそのオフの時間が短いように今年は頑張りますそうですよエミさん、今シーズンも華麗なるダンスの戦い頑張ってくださいね。さあラストはお楽しみ、チャンピオンのデモンストレーション、ワルツでお別れです。